はい、どうも、タクタクです。アフターやっていきましょう。さあ、この人まず聞こうか。水晶の力によって安全地帯ができている。うまく使って先に進むといい。はい、かしこまり。かしこまりおかしい。はい。こう言って。なんもないよ。水晶、あ、いるわ。ここにも大きい人。おい、おい、こっち来い。こっち、呼んで。どういうこと？いいの？進んでっていいの？ほぼ！ポッ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 危ない！ポッ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 これは大丈夫。大丈夫。ポッだっ！どこがゴールなんだろうな。はい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 。あー！あー！うるせえ。ポイントがちょっと減っただけだから大丈夫だよ。どうしよう、どこに行くのか。ここで回復できるから問題ないよ。でなんなら食らってやるぜ。食らってやるぜ。おら大丈夫。また回復してくれるから問題ない。どうやって行くんだろうな。こう来て、こう来て、こっちじゃないのかな。こっちに行くとしよう。でもこっちから行けない。どうやったら行けんの？ん？なんかワープ的なものがある。ああ、やめて。ワープ的なものがあるのかな？ワープ的な。いけないよね。浄化の光も使えんし。あ、ここか。ここかかかかか。あ、ここだ。こう行けばよかったんだ。こう来て。イエーイ。やめてね。ダメ。来いよ。こっち来い。こっち来い。はい。こっちだね。はい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 。来た。やめて。やめて。やめて。うわ、いるわ。マッサーボディ。石像が道を塞いでいる。そうなんですよ。そいつをどうにかしたいんですよ。私は。どうすればいいんだろう。あいつ？透明のやつに触れなきゃいけないってこと？もしかして。透明のマッサーに触れなきゃいけないってこと？いや、違うよ、多分。何かある。一回こっち行かなきゃダメなんだ。これか。これで。なんだ？うわ、出た、ほら。危ねえ！やべえやべえ。強力なやつが出てきた。なんてこった。一つのマッスルボディを解放することによっていろんなマッソーが出てくる。マソー空間ってやつですね。危ない！なんだ、マソー空間ってなんだ？あーやめて！マソー空間って何なんだ？よし。こっち、あー、マッソー。お前が邪魔だったんだ。で、ここで回復して、はい、OK。先に進める。よかったぜ。マッスルの餌食にならなくて。わ、ほら、出てきてるわ、少しずつ。なんか今度は顔が、普通の人の歪んだ顔みたいな、口元が見えるね。うーわ。あんまり、死にたかったんだろう。いや、死にたくないです、私は。望み通りここに連れてきたぞ。お前は自分自身の魂を否定した。つまり不要な魂だ。そんな魂なら奪っても問題はあるまい。私のものにする。お前の魂も肉体も残りの人生も何もかも。私の魂だ。いや、俺の魂だ。取り合わられてますね。たくさんのイケメンから取られ合うっていうね。ことをね、やっぱりね、妄想しちゃうわけですよ。行きましょう。そうしないですね、別に。上でいいのかなあ、墓石が。青い水晶玉が3つ揃うとき。海猫がなく。違う。こっちが、どうするの？いけないわけ、やっぱり。ああ、やっぱりね。こっちは？あ、いけるの？ファンタジー。ファンタジー。あ、話聞いてみよう。あるべき場所へとは不思議な模様の光る床。あ、はい。あるべき場所へと運ぶ。あるべき場所へと運ぶ。おーっと！ごめん、ちょっと今、戻して。え？もう戻れない。え？やばくね？大丈夫かな？ここは何？あ、戻ってくる。えらいとこから戻ってくる。あるべき場所へと運べばいいわけね。こういうことでしょうか。こういうことじゃない。まずこれ合ってるでしょと。これ大丈夫？こういうことだよね。で、他のやつもいるから。あら。ちょっと待って。まっすぐか。まっすぐ行って、今度は？あ、なんか模様がどうとかって言ってたの。あ。お地蔵さん。はい。お地蔵さんを。え？って待って。ん？よく考えたら、あ、そうか。こうして、はい。またこうだね。で、こうだね。こういうことですよ。こっち側にあってるね。ちょっと待って。一回こっちまでやってる。え、この床か？いや、違うね。光ってるところだった。俺そう思う。でも片方光ってるところがあるはず。ほら。で、こう。はいはい。これ簡単だわ。あとはもう時間の問題。はい。ずらして。もう簡単だね。はい。もう開きますよ。もう開きます。どこが開くかはなるほど。これをすることによって何か起きる。さあ行くぞ。よいしょ。何？なんか変わった？なんか起きた？あ、これか。炎の宝玉。炎の宝玉ゲット。え、どういうこと？これか。え？帰れへん。こっちか。こっちだ。これで。え、帰れないよ。これで帰れる。え、帰れなくなっちゃった。お家へあ、帰りたい。あるべき場所。あるべき場所に運びましたよ。え？帰りたい。え、帰りたい。帰りたい。ああ、行けた。なんだよ。脅かしよって。青い水晶玉3つ揃うと。え、青い水晶玉？青くないよ。炎の宝玉って書いてある。あ、宝珠かな。宝珠って書いてある。わあ。夢日記みたい。いや、言ってる場合じゃない。あ、なんかいた！なんだ。うわ、なんだ。なんかいる。青い水晶玉、はい。何？この空間。ここ？今言ったぞ。うわ、いるんだ。なるほどね。霊的なやつがいるのね。気をつけろよと。お前気をつけろよ、マジで。っていうことだよ、多分。マジで、いるからな。はい。じゃあこのエリアはクリア。ということは、こっちにもあったよね。ほら。わあ、目。うわ、片こ、あ、違う、目だ。目玉が。ゴロゴロ。どこですか？お。右に行こう。あった！あ、おいしい、ゲットゥイ。目玉、はい。いいのかな？もう帰っていいのかな？もう帰ろう。あー、目玉ね。目玉がいる。あ、こっちが行き止まりだ。目玉に当たってやられるとか。OK。あと一つでございます。さっきのやつはやっぱ取っといて正解だったんでしょうね。こっち行って。うわ、どういうこと燃えてますけど、一回戻る。これ触れるとどうなるの？おお、あ、炎をこれで取り込める的な、ことなのかな。で、一回戻って。まあ、きっとそういうことだ。これで炎をこうやって取り込んで、通れるようになって目的を達成しましょうみたいなことだったんだよ。だから、ここは最後に来て、ね、正解だったわけですよ。はい、青い方。あ、なんかお墓、誰のお墓これ。あ、やばい、やっちゃった！お墓も調べる意味がなかったし。はい、戻れ。あとは、お家に帰る。やっべ。お家に帰るだけなんだけどな。囲まれたら終わるぞ。おいしょー！オッケー。揃った！完璧です。行くぞ。ほら。イエーイ！ゴー！暗っ。待っていたぞ。自己否定した魂。不要になった魂。俺の新しい魂。肉体。人生。すべて俺のもの。どなたですか？わかんないですけど。お前の魂で現世に。だが魂とお前の意識は共にある。俺の魂なのに。お前の意識は邪魔だ。まずはお前の意識を魂から切り離す。そして魂の主導権を俺のものに。切り離したお前の意識は漂い続ける。ここでな。わあ、いっぱい。顔が床いっぱい。新しい意識だ。よく来たね。さあ、一緒に苦しもう。私たちと一つに。こっちへおいでよ。現世になんて帰らないで。ずっと一緒だ。ずっと漂う。永遠に。いやー！私はあんたたちのものなんかじゃない。俺のもの。俺の魂だ。魂をよこせー！逃げなきゃ。どうなってるのかな。セーブできる感じできるのかい。なんかいるのあれは。なんかいるあれは何。あ、ここ入れ。黒い結界。待てよ、あのウニウニしたものを触ってみるってこと。お壊した。あ、これで入れるようになることか。だがまだ終わってはいないというような雰囲気でもないのか。ちょっとわかんなかったな。先へ進もう。どうしましたこれ。この絵を見てるってことか。これは感染者。しかもでも見覚えが。そういうことよね。尾長さんなのか。そうだよ。彼女は記憶の主。ということは、今まで通ってきたのは彼女の記憶だったのか。その通り。僕の感情が影響した空間こそあったけど、一回も自分の記憶を通っていないのはそういうことだったのか。するとあの白い人影は尾長さんだったのかな。うん。なるほど。あの子を食べたのは尾長さんだったので、じゃあ。本来あなたたちが巡るべき道を入れ替えたんだ。なんでそんなことを。二つある理由の一つとして、自分の人生を振り返るのが辛すぎる人の場合、道を他の人と入れ替えることがあるんだ。そしてもう一つの理由なんだけど、あなたに彼女を救ってほしいんだ。救う？うすうす感じているとは思うけど、彼女は本気で自殺をしようかどうか悩んでいるんだ。やっぱりそうだったのか。自殺という形でここに来るとどういうわけかこの迷宮に来てしまうんだ。知っての通り、ここには自殺をする人を狙っている存在がいる。実際あの者たちに囚われた人を救うのはとても難しくてね。無事に救うことができた意識は本当にごくわずかなんだ。だから彼女には自分を責めることをやめて、自殺するのを考え直してほしいんだ。だからこそあなたには彼女の力になってほしい。それはとても難しいことだろうね。実際問題、僕なんかが力になれるのか。あなただってあの事件で辛い思いをしたんだから。確かにそうだけど、それでも尾長さんの苦しみに比べると僕の苦しみは大したことないのかも。もしかしたら感染者は治ったっていうことなのかな。で、感染者の時のやっぱりこう人を食い殺しちゃったりとかした時の記憶がっていうことか。そういうことか。多分辛くて自殺したいっていうことでよろしいごめん、うわ、そういうことじゃないかな。あ、さっきのあれだ、一緒にいた人だよね、多分ね、仲間の。なんてことだ。どうしたんだ、スー。賞金戻ってくれ。なんか男の人っぽいと思ったけどな、もう一人の人も。あっちの白いのが小長さんでしょ。ダメだ。感染して症状が進んだんだ。そんな。よいち、何を。すまない。彼女はもう手遅れだ。こうする以外に道はないんだ。待ってくれ。すずはすまない。その時のハンマー。すずが。すず。お前、さっき噛まれてたよな。え？お前も感染した。そういうことだよな。親友のお前にこんなことをしたくないが、他に手段がない。こんなことを言って、最低だと思われても仕方ないだろうな。だが、お前が正気を失って人を食い殺す化け物になるなんて、お前が人を食い殺すだなんて、俺はそんなの見たくない！耐えられない。だったら、いっそのこと、俺がこの手で、よ、一、すまない。本当にすまない。おい、こっちだ！人の声が聞こえたぞ！君、その金槌を床に置きなさい！待ってください。彼は噛まれたんです。感染してるんです。金槌を床に置きなさい！どうだ、見守るしかない。腕を出してください。防護服の人。はい。よし。これでもう大丈夫です。これは、治療薬を投与しました。治療薬？ええ、そうです。この治療薬の効果は確かですよ。体の損傷が激しい場合を除けば、この薬で大体のことは完治します。うわー、これきつー！これね、最近スティーブン・キング原作の映画で、これ、最近ではないけどね。こんなのあったわ。いや、もう少し待てば的な。やべえ！こちらの方は。この頭部の損傷では助かる見込みはありませんが、症状を見る限りだと治療薬の投与で助かっていたと思います。いや、残酷すぎるなかわいそうに。そんな。残酷すぎる。残酷すぎる。お互いだから、待って、今気づいたんだけど、そういうことか。だから自殺したかったのか。いや、遅いよ、気づくの、タクさん。あの男の子がそうでしょ、だから。この人ね。はい、もう一人の方ね。そういうことだね。これ、上野さん。記憶の主。上野くんだったわけですよ。どういうこと？これは一体、見ての通り。ここは彼の記憶。やべえ。タクさんの、あれですね。勘の悪さ驚きですね。多分ね、視聴者さんはもう気づいていた可能性がありますけど、そういうことですよ。やべえ、ちょっとびっくりした。自分、我ながらどうして自分の記憶を通るなんてあなたには辛すぎる。そうでしょう。だから本来あなたが通るべき道を彼の道を入れ替えたの。ちょっと待って、それじゃ上野さんは私の記憶を。ええ、そうなるわね。勝手なことを。そうね、それについては悪かったわ。ごめんなさい。ひどいの、タクタクさん。ただあなたには彼と話してもらいたいの。上野さんとどういうことですか？記憶を見たから知っていると思うけど、彼もあの事件のことで苦しんでいるの。だから恋人をやっぱ目の前で、いや、複雑な心境だなこれ。あなたなら彼の怒りを和らげることができると思う。怒り、それはあの感染してしまった女の人と何か関係があるよ。恋人でしょう。ええ、彼女の名前は上野すず。彼の妻なの。妻ということは、ここに来るまでに見かけた白い影、あれはもしかして上野さんだったんですか？同じタイミングで気づけてよかったです。ええ、彼は彼女を失ったことで今も山田洋一という友人を憎んでいるの。いや、そうなっちゃうよな。でもその精神状態のまま硬直していると、彼は後悔することになってしまう。そうなることだけは何とかして避けたいの。私が話し相手じゃ逆効果なこと気がしますけど、そんなことはないと思うわ。あなたなら大丈夫。とにかく一度話してみて。わかりました。ありがとう。これ出会えるんですかね、これで。それじゃあ行ってくるよ。うん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さらに、7月6日から HTV で放送されるゲーム実況バラエティー、鉄卓ハウスの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではまた。